こんにちは、Pさんです。こんにちは、ナオヒロだよん。今日もPさんとナオヒロで遊ばせていただきます。遊びましょう、遊びましょう。公共の電波でね、我々は遊ばせていただいておりますけども、まあ楽しくやっておりますよ。はい、皆さんもね、このラジオを聞いて楽しいって言ってくれる人が多いんです。はい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 、ありがとうございます。はい、非常にありがたいんですけど、本日ははいはい、先週お話しましたよね、田本さんに新しい命が生まれまして、はいはいはい、お名前が決まったらしいじゃないですか。名前決まりました。その話もちょっと後ほど聞かせていただきたいなと先にね、はいはい、メッセージをね、メッセージがね、たくさん来てるんですね。たくさん来ていますから、こちらの方優先させていただきたいなと思います。ともえさんからいただいておりますね。はい、こんにちは、田本先生、第6子無事ご出産おめでとうございます。ありがとうございます。確かにまとわれる、縫われるか、縫われるか、あ、縫われる時が一番痛いですね。あとロッカー、あのシュールさが大好きです。 P さん、昨日ゲーム配信ちらっとお邪魔させていただきました。ありがとうございます。今日はかなり久しぶりにユーフィーのインストライブにお出かけです。あ、ライブがあったんだね。いつも仕事の都合で行けない日が多くて、とても楽しみです。またお二人のラジオ、 YouTube、TikTok 楽しみにしています。今ね、 TikTok の話をちょうどしていたんですよね。まさにタイムリー、タイムリーですね。こちらね、収録番組なんですけど、はいはい、先ほどたもちゃんの TikTok が、バンされまして、バンタイムリーですね。タイムリーですね。なんかあれですか、動画が引っかかったってことかな。動画がどうもね、なんかそう、あのね、海外の、はい、で TikToker がやってるやつが、うん、すごい再生数が伸びてるやつがあって、うん、真似してやったんだけど、はい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 、はい、それがどうもバンされて、内容が良くなかったのかな。内容が良く、うん、まあ、また完白なんだけどね。はいはい、だけどどうも日本ではダメだったみたいで。え、どんな内容の。あのね、うん、あの足を広げてる人にパターゴルフをしまして、はい、あーでコロコロコロって、まあ、またお股の方に、はい、球が転がってきて、はい、それをポンって口からその横になってる人が後で出して、うん、このゴールみたいな。あー、なるほどね。別に問題なさそうだけどね。なさそうだけど、どうもダメだったみたいで、ちょっとあれな、お下品な感じで引っかかったのかもしれないね。うん、まあまあ復活するでしょといいね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、加藤恵里さん、お願いします。はい、重大発表おめでとうございます。ありがとうございます。6人目、素晴らしい男の子、うん、生姜焼き弁当、陣痛は本当に生姜焼き弁当ね、うん、陣痛は本当に大変ですが、女性は強いです。コロナのためになかなか病院にも行けないということで、うん、辛い時期ですね。はい、奥様を大切に、ご家族を大切に、素敵なご家族で、可愛いお子様の素敵なパパで頑張ってください。うん、奥様を大切に、絶対、あ、笑顔の絶えない家族でありますように。チャス君が6月15日誕生日です。リクエストでトマトの歌をお願いします。ユーフィー君がタカラちゃんの歌を歌っているのを聞いてみたいです。はい、バーベキューもしたいです。お肉最高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 。早く生で歌を聞きたい。早く。気にしないで、ご飯食べたい。雨上がりの君最高です。ユーフィー君の曲はナンバーワンが大好きです。ありがとうございます。盛りだくさんでね、途中途中このね、絵文字がすごいんですよ。そう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 、ここに入ってくるかみたいな、すごいですよ。合間合間にね、来ますからね。ね、全く開業がないですから勢いがすごい。どんどん勢いで、勢いが本当になんか熱を感じますね。感じましたね、熱量本当。ということでね、リクエスト、はいはい、トマトの歌をリクエストいただいてるんですけど、はいはい、今ちょっとね、手元にありませんので、今回はユーフィ君のナンバーワンというね、うん、いいじゃないですか、大好きですということで流したいと思います。それでは聞いてください。魂だユーフィでナンバーワン。
ージ上はドンキュバスポットワイ光るマイクストロボにスモーク Let's a movie 世界観証明する RGB ジャンパラン答えはついてこいや Let's a movie ジャンパラン Jump, jump, jump around Jumping, jumping, jump around くだらねえ悩みなど飛び越えてゆけ踏みつぶしてしまうほどの地引きを起こせI'm number one Jumping, jumping I'm number one 明日なんてマジですぐそこ寄って待って散ってなってこれがライフライン この時この瞬間幸せもんはワンダーワン答えはついてこいや Let's a movie Jump around Jump, jump, jump around Jumping, jumping, jump around くだらねえ悩みなど飛び越えてゆけ踏みつぶしてしまうほどの地引きを起こせ I'm number one Jumping, jumping, I'm number one I'm number one You are number one I'm number one You are number one Let's move Jump around Jump, jump, jump around Jumping, jumping, jump around くだらねえ悩みなど飛び越えてゆけ踏みつぶしてしまうほどの地引きを起こせ I'm number one Jumping, jumping I'm number one Jump, jump, jump around Jumping, jumping, jump aroundJump, jump, jump around Jumping, jumping, jump around Jumping, jumping I'm a number one はい、聞いていただきました魂田ユーフィーでナンバーワンでした。はい、田本さんのナンバーワンは何ですか？私のナンバーワンは何でしょうね。はい、自分の信じる道、うん、はいちょっと期待してた答えじゃなかったな。何でしょうか？家族とか。そうそう、家族とか、うん、嫁とかそういうのかな。そんなんじゃないですね。違います。違いますね、うん、自分の信じる道まあ、僕はあれですかね。何ですか？皆さんの笑顔ですねてか日焼けした？ちょっとね、ちょっと日焼けしたよね、うん、自転車を漕いできまして。ああ、それで、はい、一瞬で焦げ焦げになった感じですねうん、ではではですね、はいはい、次マシモさんいきましょうかね、はい、コメントありがとうございます。 P さん、田本さん、こんにちは。こんにちは。第6子が無事誕生されたということでおめでとうございます。まあ、この第6子っていう言葉もね、なかなか聞かんよね。そうだね、うん、クリニックを抜け出して収録してくれてありがとうございます。奥様の代わりに家事とかされてるのですか？コロナ禍で面会とかできないから、ちょっとしか赤ちゃんを抱っこできないのは寂しいですね。どっちに似てましたか？お子さんのお名前も気になります。P さんの鳥取弁のお話聞いて面白かったです。また来週も楽しみにしています。マシモさんからでしたが、まずは、うん、奥様の代わりに家事とかされましたかと。はいはいはい、はい、ちょっと皿洗いました。まあまあ料理してないでしょ、そもそも。してない。料理という料理を。セブン、セブン、スキヤ、セブン、ウーバーセブンですか？ウーバーセブン、ウーバーセブンか、ウーバー牛丼か、そんな感じでしたね。じゃあもうほぼほぼそのデリバリー的なやつで、
なんとかしたと。今だから口内がね、はい、口の中に3つあります、ね、あっという間だね。あっという間。あ、じゃああれだね、奥さんいなかったらもうあっという間に口の中やられちゃいますよ。やられちゃいます、口内だらけ。もう体にも多分口内できますよ。口外炎か。口外炎だね。口の外だと口外炎だね、うん、口外炎っていうかニキビだね、もう。もはやもう喋られないからね今。だから口が痛くて。あ、そういうことなんですね。ろれつが回りにくいんですよ。じゃあやっぱりね、奥さんに直してもらいましょう、はい、あとは、お子さんの名前気になります。ここでね、うん、言っちゃいましょうかね。言っちゃいましょうか、じゃあ重大発表ですね。はいはい、ダルルルダン、第6子のお名前は夏目くんでございます。夏目くん、夏目くん、ちょっと期待してたのと僕は違ったと。違いました。もうちょっとなんかフルーティーフルーティーした、ね、はいはいはい、感じ。マンゴーとか。あ、それね、すごい最後まで候補に上がったんですよ。でしょ、うん、パパイヤ的なやつ。もうまさにフルーティーな。ああいうのじゃなくて、そう、あのね、長男がイチゴだから、はい、一人を守るって書いてイチゴだから、うん、次の子はもうもっといっぱいの人を守るで、うん、マンゴーにしようとマジで思ったの。あー、ほんとだね、うん、いい名前だね。セットでいいでしょ、うん、でもなんかこのね、夏っぽく、今暑いじゃないですか。まあまあまあ。で梅雨も早く来て。確かに。で生まれた日が天気が良くて、うん、その名前を決める日も天気が良くて、うん、でうちの奥さんがね、うん、なんかこの子が夏を連れてきたみたいだねみたいな話をするわけですよ。は、語り出したわけですね。語り出した、急に。急にでも家族会議してる最中に語り出始めるから、あの寡黙な眉が、寡黙でもないけどよう喋るんですけど、うん、みんな それっぽくなっちゃって、うん、心理にして、はあ、それがいいねと、はあ、夏目くん、漢字は夏に、夏に目ん玉の目で夏目。あ、そういう感じ。夏目漱石の夏目、うん、はい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 。これもね、うん、あの話し合いの最中にね、うん、夏目漱石みたいだねってうちの長男のイチゴが言ったんですよ、うん、そうだね、あれは名字だねなんて僕が言ってて、うんうん、なんかそれが採用されましたね。言うもんだね。言うもんです。よくいっちゃんがその夏目漱石を知ってたね。そうなのよ、うん、何で知ったんだろうね。わかんないね。まあ小学4年生ぐらいになるともう名前ぐらいは聞くんじゃない。あー、なんか有名な人だなぐらいの、うん、あそうなのよ。田本夏目、夏目くんになりました。デビューおめでとうございます。ありがとうございます、まあ、楽しく愉快に元気よくね、まあ、やっていきますよ、うん、そうだね、うん、ではですね、はいはい、ここでねもう一曲流したいなと。あ、いきますか。もうどんどんいっちゃいましょう。いっちゃいましょう。はい、では聴いてください。チャスさんで旅エール。気分はソファに、今日という一日のスタートに感謝の気持ち込めて取り上がない。僕も It's alright、 笑顔とひたむきさがあればやれることだってあるさ。何を try してもダメな days、 落ち込んで涙したあの日、そんな日々変えてくれたのは、君がずっとずっとそばで僕にエールをくれたから。走り出すさ、どこまでも目指すゴールはただ一つ、夢と希望を握りしめ、君と僕とで描くステージへ。走り出すさ、どこまでも変わらない思い乗せて、逃げ道なんてない、振り返らない、さあ
時もあるし、笑顔じゃない時だってある。そんな日も楽しめればほら、いつかもっともっと幸せの扉ほら開くから。走り出すさ、どこまでも目指すゴールはただ一つ。愛と勇気握りしめ、君と僕と出かけるアーチを。走り出せさ、どこまでも変わりゆく空も越えて、自分との戦いになんて負けない。さあ君にエールを送るから、大切な君守るため、僕は全力で歌うよ。向かい風も味方にして、君と僕とで進むゴールへ。走り出すさ、どこまでも変わらない思い乗せて、逃げ道なんてない、振り返らない、ゴールは目の前さ。自分との戦いになんて負けない。さあ輝く空へ。はい、聞いていただきました。チャスで旅エールでした。まだまだねメッセージいただいておりますので、続々行かせていただきます。じゃあサクッと行っちゃいましょうね。うん、みっちゃんからですね。たもっちゃん第6章おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この一言コメントもね嬉しいですね。こんなね一言で、はい、はあ。次はねユミさんお願いします。はい、ユミさんはこれかな。行きましょう。 P さん、直弘さん、こんにちは。こんにちは。直弘さん、6人目の赤ちゃんの誕生おめでとうございます。素晴らしい。ますます元気に頑張ってくださいね。そして誕生日のことでお二人にまでおめでとうございますって言っていただいちゃいましたね。嬉しかったです。ありがとうございます。幸せリレー、まさにそんな時間の流れだったことをまたラジオを聞いて思い出させてもらいました。 YouTube の紹介もそんなに詳しくしていただけてびっくりです。ありがとうございました。魂田ユーフィさんの作った動画のことも話していただけて嬉しかったです。うん、雨上がりの君、梅雨の季節も素敵に感じられる曲ですね。遠距離恋愛がテーマの曲なので、会いたい人になかなか会えなくなった去年の今頃、この曲の良さを感じてたくさん聴いていましたね。うんうん、この時期に流してもらえてよかったです。うん、チョコミントのアイス、私も同じことがありました。苦痛で仕方なかったです。2回そんなことがありました。上司だし、せっかく人数分買ってきてくれてるしで言えず、職場はもう変わっているので大丈夫です。直弘さん好きになったんですね、すごい。私はそれだけは苦手なままです。うんうん、チョコミント頑張って食ってもダメなんですね。あとそのまんま富山弁で話すとめっちゃ方言ですよ。新潟はほぼ標準語だけど、富山はかなり方言があります。関西っぽいです。関東行くと恥ずかしくてあまり出さないようにして話してしまいます。うん、今週もたくさん書くことがありましたね。うん、とても楽しかったですと。なんかユミさん、チョコミントアイス苦手って言ってるけど、言ってるね。多分ね、ユーヒーくんがこうチョコミントアイスあーんしてくれたら美味しいよきっと。そんなもんです。そんなもんですか。はい、そうか。じゃあこの上司の人だとダメだったんか。そういうことですよ。ほらこれ前の職場の人聞いてるかもしれないから、ね、そうだね。いやでもなんかこの話すると、うん、ちょっと今日帰りにチョコミントアイス買っちゃうのいいかもね。買って帰りたい ね。だこのジメジメしてるからさ今、うん、なんかさっぱりしたいじゃん。すっきりしたいよね。うん、ということでね、はいはい、コメント続けて
読ませていただきます。ゆくさんのコメントですね。おい、Pさん、田本さん、こんにちは。こんにちは。田本さん、第6子のお子さん、ご誕生おめでとうございます。奥様と仲良く、ますます明るい賑やかな家庭をお気づきになってくださいね。そしてユーフィーさんの雨上がりの君、早速流していただき、早すぎてびっくりでした。大好きなバラード曲聴けてとても嬉しかったです。ありがとうございました。ロッカーは宝さんがカバーされていたことがあるのですね。女性が歌うロッカーはどんな感じなんだろう、聞いてみたくなりました。確かにユーフィーさんが歌ってみるとどんな風になるかも気になります。気になるよね。うん、何かの機会に聞けたらいいのにな。方言、山陰も鳥取弁、出雲弁、細かくあるのですね。 P さんや田本さんはラジオなのもあるしあまり感じませんが、普段は方言出たりしますか？好きだは関西だと好きやねんみたいなイメージがありますが、山陰の方言で告白するとしたらどんな感じになりますか？ぜひ行ってみてください。逆に気になるね。今週も楽しいトークで笑わせていただきました。また楽しみにしておりますね。まずイクさんから、はいはい、方言、方言ね、方言出る、方言出てると思うけど、接客中とか、うん、方言をこう出すことによって、はいはい、親近感とか得られやすいよね。あ、確かにね、相手にこう合わせて、はい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 、うん、そうだね。あんまり意識はしてないけど、標準語で喋ってる意識もないね。うん、あとはね、告白、山陰弁で告白ってどんなんだろう、分からんね。好きだっちゃ好きだっちゃは鳥取方だね。鳥取弁だったら好きだっちゃ、うん、我々だと好きだけんかな。あ、好きだけんね、うん、俺お前のこと好きだけん、うん、付き合ってくれん、あ、違うか、付き合ってくれんっていうね、付き合ってく、うん、付き合ってくれんだとなんか軽いすぎるね。告白ではないね、うん、ないね、軽いね、軽い、まさにタモちゃんだね。僕はもう軽くないよ、うん、重いよ、重い重い、サインしてくれ重たいね、それ重たいね、紙、ね、持ってきてね、そう、いきなりそれは重たいね、重たい重たい、ということでイクさんありがとうございます、じゃあ最後、オカポンさんお願いします。はい、たもっちゃん、子供さん誕生おめでとう。今は生まれるまでは病院入れるんだね。あ、病院入れるんだね。昨年とか病院に入れないって聞いたりしてたけん、あ、そうね、うん、ここの産院は今は入れました、うんうんうん、話変わるけど、お酒飲んで記憶なくなる人となくならない人の差って何なんかな。自分あまり焼酎ワイン 2,3 本飲んでも記憶なくならないんだよ ね、 うん、強いね。今まで記憶なくなったの 2,3 回しかないわ、うん、まあ、一応失ったことある、一応失ってるねちなみにそのうちの1回は財布の中が空になってたことがある、うん、高額紙幣 4,5 枚あったはずなんだけどね。ほう、ちなみに鳥取で男女何人かで飲んでただけなんだけど、うん、では第6子に乾杯と、はあ、いうことでありがとうございます。まあ、オカポンさんもたもちゃんみたいなことがあったんですね。やらかしてる ね、 ねでもまあまああんまり気にしてない感じもあるしね。そうだね、こう笑い話にできてるから引きずってないんだろうね。そうそうそう、話のね、一つネタができたということで、はいはい、よかったんじゃないでしょうかではね、最後にね、はい、一曲流したいと思います、うん、聞いてください。大野俊で Only You。どれくらい
超えるくらい重なり合って溶けてしまいたい。ねえ baby この手でも離さない I'll always be there 笑顔の日も涙の日もそばにいるよ。 Hey babyはい、聞いていただきました。大野俊で Only You でした。まあ、田本さんにもね、第6子 Only 夏目くん、うん、まあね、はい、まあ、それぞれの子にそれぞれのキャラがあるんで楽しくやってほしいと思います。本当にね、6人いても全然みんな違うもんね。違うね。同じ環境で生きてたのに。そうね、うん、不思議なもんだよね。不思議です。うん、楽しくやってほしいです、それぞれに。ね、夏目くんにどうなってほしいですか。まあ、好きなように自分を大事にして生きてほしいです。自分の道を信じると。そうです。ということで、今回も P さんと直弘でした。それでは最高の週末を。バイチー。